ゾランザエフは、北マケドニアの政治家。現在、同国首相首相、中道左派の社会民主同盟党首。2003年から、マケドニア議会議員を務め、2005年から2016年まで、ストルミツァ市長を務めた。1974年10月8日に、旧ユーゴスラビアのストルミツァで生まれ、高校まで過ごす。スコッピエの大学では、 経済学を学び1997年に卒業。同大学で、貨幣経済学の修士号を得た。1996年に、マケドニア社会民主同盟の党員になった財布は、党のストルミツァ地域の会長に2度選ばれた。2003年から2005年は、マケドニア議会議員に選出された。その後、2006年からは2年間副党首を務める。さらに、 ストルミツァ市長を3期務め、2013年にはブランコ、ツルベンコフスキに変えて党首に選ばれた。2016年のマケドニア議会総選挙で、マケドニア社会民主同盟を大躍進に導き、第2党ながら、第3党の民主統合連合などと連立政権を発足させた。マケドニアは、ギリシャと国名をめぐる争いが長期化し、このため欧州連合や、北、 大西洋条約機構への加盟も拒まれる状況となっていた。ザエフはそれまでの強硬姿勢を転換し、ギリシャとの交渉の結果、国名を北マケドニアと変更することで決着。2019年2月にマケドニアは正式に国名を変更したものの、同年10月の EU 首脳会議ではフランスによって EU 加盟が一旦は拒まれた。 これに反発した財布は2020年1月3日、国民に真を問い直すため首相辞任を表明し、総選挙を4月12日に繰り上げることとした。総選挙を経て、8月13日にステボ・ペンダロフスキ大統領より組閣を要請された。ありがとうございます。